それではただいまより令和2年度第29回市長定例会見を開催させていただきます。それでは長藤市長、よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、まず新型コロナウイルス感染症の現在の状況です。先週のこの日の記者会見でですね、このオレンジ色の線、感染経路不明者数が非常にぐぐっと増えているということをお伝えをしました。そしてこの1週間を見ますと、そのピークからは下降傾向にありますが、それでも12月の時のピークより高い水準にあります。引き続きこの感染経路不明者数、そして陽性者数も多い状態が続いているということですし、今緊急事態宣言が大阪府が全域に出されておりまして、その意味、飲食、特に飲食店の皆様、大きな負担をかけていることを考えるとですね、せめてこの12月からぐぐっと、12月中旬ぐらいのところぐらいまでは下がらないと、また中途半端なところで高止まりしてしまっては、緊急事態宣言が解かれた後に再び大きく感染が拡大してしまう可能性がありますので、この点については市民の皆様にもしっかりとご協力のお願いをしたいと考えています。そのための施策につきましても後ほどご紹介をさせていただきたいと思います。はい、検査数と陽性率の推移です。検査数、近頃ですね、1日800件という日もありましたが、5、600件をだいたい1日あたりこなしているという状況です。年末年始にかけて、相談控え、受診控えということもあったと思いますが、陽性率が 10% を超える日がありましたが、今は 7% 強という状況になっています。はい、最近のトレンドですね、堺シグナル、モニタリング指標の状況を見ますと、12日、先週のところからですね、感染経路不明者数自体は毎日1週間の平均ですが、下がっていく日が多いと。ただやはり不明者数、12月の中旬ぐらいで70名という日もあったかと思いますが、それに比べるとかなりまだ多い状態が続いています。この感染経路不明者数が多いということは、その感染したルートが特定をできていないということですので、きっちりとこの補足ができていれば、そこで感染を封じ込めることができるということにつながりますので、引き続き感染経路不明者数注視をしながら、クラスター、そして感染拡大を防ぐということを注力をしていきたいと考えています。年代に関しては、年末年始、若い方が多かったということがありますが、再び年始で仕事が始まってですね、40代、50代、働き盛りの方が、ここ数日では増えているという状況が見て取れます。緊急事態宣言が大阪府に発出されたのが、1月の14日、効力が10日から発揮していますので、この後ですね、この数日後ぐらいからその効き目というのが徐々に出てくるんじゃないかと、そこでもし効き目が薄いようだと、さらに市としても訴えかけ方であったり、感染拡大を防ぐための施策というのを強化していく必要があると考えています。はい、今緊急事態宣言ということで、市民の皆様には機会を少なくしていただくということで、不要不急の外出移動はしないでくださいということを市民の皆様にお訴えをしています。20時以降、特に夜の時間帯というのはお酒が進みやすいということもありますので、飲食店の皆様には時短営業をお願いしておりますし、市民の皆様にも20時以降出ないでください。ただこれは夜だけということではなくて、昼間も日用品、生活に必要な品物を買う、不要不急の外出であればですね、不要不急の外出以外であれば、それは仕方ないんですが、それ以外のものは控えていただくようにお伝えをしています。感染予防に基本的なところというのはもうずっと変わっていませんでして、どうしてもその唾が飛び交う環境というのが感染がしやすい、飛沫が飛ぶ環境、会話であったり発生するところというのは感染のリスクが高いということで、この点につきまして皆様には引き続き注意をしていただきながら、機会を減らすことで、この緊急事態宣言中にこの陽性者数、そして感染経路不明者数をぐぐっと減らすような流れを作っていきたいと考えています。はい、続きましてワクチンについてです。
一昨日先決処分で新型コロナウイルスワクチンの接種体制ですね、設置費用について先決処分を行いました。その費用としましては37,768万1,000円ということで、こちらの2月3月分というものと、で来年にも1年間かかりますので、その分は債務負担行為ということで46億強ということで、金額を先決処分をしております。この数字だけでも連日ワクチンに関する報道というものは提供されておりまして、堺市では12月1日に対策チームを立ち上げて、いち早く準備をしてきました。国の状況というのがまだ見えないところがいくつかありまして、例えばそのワクチンの供給体制であったり、実施のスケジュール、そもそも海外製のワクチンですので、どのようにしていつまとまった数が入るのか、そしていつまでにそれを行うのかというところが、これから順次見えてくることになるかと思います。ですから堺市としては必要な組織体制であったり、堺市職員だけではできませんので、事業者の皆さんと今連携をしながら予算も確保して行っていくと。で、以前からお伝えしてますように、このワクチンの接種に関しては国が負担するという話がある一方で、厚生労働省から示された上限金額というのはそれには到底足りないというところがあります。この今回債務負担行為として挙げている金額については、もう全額国費で見ていただけるという前提で今回これを挙げています。ただ実際に債務負担行為を予算にするときというのは、議会に予算を出さなくてはいけませんので、あくまでも想定としてこの金額を挙げていますが、国には引き続きワクチンは国の事業ということですね、実施主体は市町村がもちろん責任を持って行いますが、予算面ではきっちりと国で確保していただけるように引き続き訴えかけていきたいと考えています。続きまして、新型コロナウイルス感染症の堺市独自の支援策が2つございます。この1月に入ってからですね、大阪府でも入院患者が大変増えておりまして、各県他の市町村の報道でも、入院すべき方が入院をできずに不幸にして亡くなられてしまうというケースも見られています。本当に厳しい状況であります。堺市内におきましても、例えばその高齢者の方で一人暮らしの方というのは、基本的にはお一人だと何があるかわからないと危ないということから入院をしていただくことが前提になっていますが、やはりそれでも待っていただく期間というのが発生しているケースがございます。多くはありませんが、数例あるということを確認をしています。ですから、そのような場合にですね、在宅ケアを行っている事業者の方、訪問看護を行う、訪問介護を行う方に対しまして、こちら協力金を支給をしたいと考えています。以前堺市独自の支援策として、濃厚接触者の方について、その方のフォローに1日、トータルで15万円という支援策がありましたが、今回は陽性者の方に対するケアということでですね、陽性者ですので、大体その健康観察の期間が2週間と、そしてそこに対してお二方ついていただくというところで30万円という根拠で算定をしております。そして施設内での療養です。こちらも今施設にいらっしゃる方でですね、施設で陽性が判明をする、その場合でも入院の手続きができるまでに、迅速に行ったとしても、やはり陽性が判明してからその施設にいる期間というのは発生しえますので、その施設で療養ケアをしていただく場合ですね、高齢者施設、障害者施設等に支援金、施設につき30万円を支給をしたいと考えております。本当にこれらの施設の方々であったり、訪問介護、訪問看護を行っていらっしゃる皆さん、自らも危険な状況、感染リスクを伴いながら仕事についていただいております。学として
これが万全というわけではないかもしれませんが、堺市としてもサポートをしながら適切に高齢者の方、そして障害者の方、支援を必要とする方々に支援を適切に行っていただける環境を整えたいと考えております。そしてもう一つの新しい取り組みは職員用のサテライトオフィスです。以前会見でこの下の参考のところ、区民用のテレワークオフィスということで、南区役所の中にですねテレワークオフィスを使って区民の皆さん、南区で働く皆さんに活用していただきたいということをお伝えをしました。私も先日こちら見てきまして、私が訪れた際にもこのブースでですね区民の方が仕事をしていらっしゃるという状況がありました。今のところ32日間開設をしておりまして、30日間で何らかの形で使われていると、ほぼ毎日活用していただいているということで、席数はそれほど多いわけではありません、5席ですかね、ではありませんが、有効に活用していただいているという状況です。で、今回それに加えまして職員の皆さんには、それぞれこの堺東の本庁やったり、区役所もですね密を防ぐと、そこに集まらないためにテレワークを推奨する、そして時差出勤を進めていくということを方針として示していますが、例えば南区の周辺に住んでいる職員がですね、電車に乗って堺東まで来ると、そうすると電車移動の長い距離がありますし、そして堺東のこの本庁、最も職員がおそらく働く環境としては多いところですから、そこに集まることにつながると。ですので、職員の中にはテレワーク環境、家にパソコンがないという職員もおります。ですので、この南区役所の会議室の一室をですねサテライトオフィスとしまして、そしてここに今パソコンがありますが、庁内欄は普通のインターネットとは違って、庁内の機密情報にアクセスできるセキュリティがかかっています。その端末もこちらに用意をして、この本庁に出社登庁せずとも仕事ができる環境、セキュリティがかかった環境で仕事ができる環境を用意をすると、密を防ぐための取り組みをしていきたいと考えています。明日から大阪モデルがレッドステージ赤信号の期間中、このサテライトオフィスは設けたいと考えております。はい、そして次は市民の皆様に向けての取り組みです。昨年の4月5月の緊急事態宣言の折にも図書館を閉館しておりまして、その時にこの電子 ID、 普段図書館の利用カードがあれば ID 使っていただけるんですけど、そうでない方、未登録の方にもですね臨時でこの期間、1月15日から緊急事態宣言の期間中に臨時 ID をネットで発行できるようにすると。で、今図書館自体は空いているんですが、やはり図書館に来られずとも電子書籍をご覧いただけるような環境を作ることで、外出の機会を減らす、そして図書館が密になるのを防ぐということをしていきたいと考えております。そして今回新たに行う内容としましては、図書の郵送サービスですね。実は前回の緊急事態宣言中というのは、その予約している図書を取りに来てもらう必要が普通はあるんですが、その予約している書籍がかなり溜まってしまうという状況がありました。それを送ってはどうかという話もあったんですが、なぜその時期というのは膨大なものがありまして、しかもその費用もかかるということで実施は見送った経緯があります。で、今回ですね、図書館自体は空いているんですが、先ほど申し上げたようにその密を防ぐ、できるだけその外出の機会を減らすという目的から、この予約してもらっている本、資料を郵送で貸し出しをすると、ただし費用は利用者負担にはなります。で、こちらを1月中にぜひモデル実証したいと考えております。もう図書館で予約している本を取りに行かずとも、自己負担になりますが、郵送料を払っていただいて受け取りいただけるサービスを開始をいたします。そして次は市内飲食店に対しての支援です。先日記者会見でもお伝えしましたが、以前7月ですね、商工会議所、堺市商工会議所が主体となって行
行っている未来飯、先にチケットを買っておいて、クラウドファンディングでチケットを買っておいて、落ち着いた時に食事をしていただける、先払いすることで飲食店の皆様には早く現金が入ると、でお客さんは上乗せしたプレミアムを上乗せした代金を後ほど使うことができるという未来飯の仕組みです。今回堺市として臨時交付金を活用してですね、支援をさせていただいて、この実施主体は商工会議所、堺市商会議所が行っていただきます。これは1月22日から支援金の募集をスタートしたいと考えております。すでに今回店舗の参加登録をしていただいておりまして、以前は参加店舗152店舗でしたが、今日現在で昨日現在ですね、1月19日現在で196店舗が参加登録をしていただいております。こちらの店舗の申し込み期間は2月19日となっておりますので、ぜひ店舗の皆さん登録をしていただきたいと思いますし、1月22日あさってからはその支援金の募集が始まりますので、皆様の力で飲食店の皆さん応援をしていただいて、そしてこの実際に食事ができるのは4月以降になりますが、感染が一定落ち着いた時にですね、食事をしていただけたらというふうに考えております。そしてその下、テイクアウト堺エール飯キャンペーン、これは前回の緊急事態宣言の時にも実施をしておりました。その情報も少し古くなっている可能性がありますので、もう一度その登録していただいた店舗の皆さん、こちらから確認をさせていただきました。今約390店舗を Google マップに落とし込んでおりまして、Google マップを開けていただくと、この堺市内の地図の中にですね、ここでテイクアウトができるという情報が見ることができます。でこの Twitter とか Instagram でハッシュタグをつけて、テイクアウト堺エール飯と載せていただくと、職員がそれを拾い上げてですね、地図に落としていくという作業をしてますので、ぜひ、この機会、皆さん、飲食店の皆さん、時短営業協力をしていただいている、していただいておりますが、そこでもですね、テイクアウトをしていただくことで、店内での飲食を減らす、お持ち帰りをすることで、自宅でお召し上がりいただく、密を防ぐということにも、ぜひご協力をしていただけたらと考えております。このテイクアウト、堺エール飯、堺市としても発信をしていきたいと考えております。項目としては最後ですね、新技術と健康についての取り組みです。これまで市長に就任してから堺が抱える多くの課題を ICT の力、新しい技術やサービスで解決できないかという取り組みを行ってきました。昨年7月には新しく堺コネクテッドデスクという公民連携の一本化する窓口も入れまして、私自身も企業の皆さんにプレゼンをしたり、例えば仙北ニュータウンのスマートシティに向けた取り組みを紹介するなどアプローチをしてきました。おかげさまで多くの企業の皆さんから引き合いをいただいてですね、堺市でこういう取り組みをできないかという民間企業の皆様からお話をいただいて、そして今回2件新しくこの取り組みを実施することになりました。一つはスマートシティの推進にもご協力をいただいております東京海上日動火災保険様、そしてアプリを開発する企業リンク&コミュニケーション様を連携しまして、 AI 健康アドバイスアプリを活用しまして健康増進の実証を行いたいと考えております。市内の事業者様にご協力をいただきまして、このリンク&コミュニケーション社様のアプリカロママプラスを用いまして、事業者の皆さん、事業主の皆さん、従業員の皆様の健康増進に取り組んでいきたいと考えております。アプリ内で毎日の食事や運動、そして睡眠を記録したライフログというのがありまして、そこで AI によってアドバイスを受けられる、健康状態を見ていただくことができます。協力いただく事業者は最大で50社、そして人数としては300名を想定をしておりまして、本日から2月22日まで募集をしたいと考えております。実証期間としては令和3年今年ですね、3月15日から10月末まで、この中でいろいろ楽しんでいただけるような要素も盛り込んでおりまして、AI 管理栄養士による健康アドバイザーアドバイスであったり、チーム対抗でランキングを発表したり、またプッシュ通知、スマホから連絡が来る、
健康情報の提供などを行いながら、健康意識や行動の変容を促したいと考えております。特にターゲットとするのは働き盛りで、特に食生活というのも偏りがちだと思われます。40代から50代ということです。でこの世代の方々、運動不足、私も運動不足の部類に入ると思うんですが、運動不足であったり肥満、ストレスであったり健康の課題が多いと。この方たちに健康で働いていただくことで将来の健康寿命につながると考えておりますので、今回この AI 健康アドバイスアプリを活用しながら実証実験を行っていきたいと考えております。そしてもう一つは、大阪大学と連携した近未来技術の実装に向けてということです。こちらですね、高齢者の認知症などの早期発見、そして見守りにつながる近未来技術の開発のために大阪大学と連携をしまして、 AI 搭載のアンドロイドロボットの将来的活用に見据えた実証プロジェクトを行いたいと考えております。アンドロイド研究で有名な、は書いていませんかね、大阪大学の石黒教授、西尾教授が主導して行う実証プロジェクトになっております。仙北ニュータウン在住の健康なご高齢の方、ご協力いただきまして、家族の方たちとの対話データを IC レコーダーで収集をしまして、そして認知症の方の高齢者のデータと比較をして特徴を把握をすると。参加者の募集についてですが、堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアムという組織があります。その会員であります手塚山学院大学、そして桃山学院教育大学、そして南海電気鉄道株式会社様の協力を得て募りたいと考えております。将来的にはデータの収集に関しましても、アンドロイドロボットテレノイドというロボットがありますが、そちらを活用を予定をしております。実証期間は2月の18日から3月31日の予定にしております。今回実証プロジェクトを行う成果につきましては、大阪大学が進めるアンドロイドロボット等を活用した独居高齢者宅の健康状態のモニタリングシステム、そして認知症などの早期発見技術の開発に生かされます。今特に仙北ニュータウン地域なんですが、高齢化が進んでいる、高齢化率は 35%、 そしてさまざまな課題を抱えていると。一方で2025年大阪・関西万博がありまして、そこでは健康長寿というものが大きなキーワードになっております。堺市としても高齢化がどんどん進んでいる地域でですね、これからもその地域で安心して健康に長生きをしていただくために、新しい技術サービス、どんどん民間企業の皆さんと連携しながら、より良いものを模索をしていきたいと考えております。まずは今回この2つのプロジェクトを通じて、その成果をこれからの健康長寿の政策に反映していきたいと考えております。私からは以上です。それではご質問のある方は、社名をお名乗りいただいてよろしくお願いいたします。日経新聞の塩田です。この大阪大学 と連携によるその実証プロジェクトについてお伺いしたいんですけれども、はい、この健常高齢者と認知症高齢者の比較を するということなんですけど、ちょっとイメージが湧きづらいんですよね。具体的にどんな比較をすると、どんなことが分かって、それをどう高齢者の見守りや健康状態の把握につなげていくのかっていう、なんか例えば例とかも挙げてご説明いただけないでしょうか。はい、担当者はいかがですか。すみません、担当です。健常者の方と認知症の方 この音声のデータを音声学的に分析しまして、どういった特徴が出ていればこう認知症の初期の特徴だっていうようなことを表現しまして、そちらで認知症の早期発見ですとか心身機能の変化っていうものをこう見据えた見守りにつなげていくというようなデザインになっております。医学的な分析と言われてもちょっとわからないんですけれども、もうちょっとわかりやすくご説明いただけないですか。あの
どんなふうに答えたかとかいう内容ではなくて、その音声のこう音響のといいますか、そういうあのデータ分析というふうには聞いております。例えば発音の明瞭さとかいうことですか？周波数とか、周波数とそういったものというふうに聞いております。周波数が認知症の進行と関係あるわけですか？にあのっていうふうに聞いております。会話データのパターンとかいろいろなものを総合的に判断するというふうに聞いております。この実証期間というのは2月18日から3月31日ということで、まあ、1ヶ月半だと思うんですけども、この期間中にはどこからどこまでを実現するんでしょうか？はい、IC レコーダーでですね、実際にまあ高齢者の方に、音声データを取っていただくというところまではまずは行いまして、それを来年度ですね、あの今申しました、健常者の方と認知症の方の音声データの比較、これを来年度行っていくという形になっております。今年度はだからこの実証期間中は録音までということですね？そうですね、はい、そういった形で聞いております。NHK の宗方です。あの在宅ケアの継続支援事業の中で、あの市長がその入院までに待っていただく例がもう数例あるということをおっしゃられてましたけれども、ちょっと気になったのがそのまあ高齢の方とか、あのまあ介護度の高い方が陽性になって入院となるときにですね、まあ、もうやはり病床がかなり逼迫しているという状況なので、まあ、一般の方と同様に入院の調整までに時間がかかっているのか、あるいはやはりそういう介護度が高い人というのはよりその調整に、まあ、たらい回しではないですけれども非常にまあ時間がかかるケースがもう出てきているのか、なんかどちらか言えることってあるんでしょうか？はい、まずこの傾向についてですが、私もあの把握注意深く見ていたんですけど、11月まではあの入院がスムーズに進むデータと、でこういう状況はあの想定というかですね、あの発生していなかったというふうに認識をしております。で12月以降やはりあの感染者がぐぐっと増えてきたタイミングでですね、まあ、入院の大阪府の入院フォローアップセンターでその大阪府全体の入院についてマネジメントをしているんですが、まあ、その中で堺市民の方が数件あの入院までに時間かかるケースが要していたと考えています。で特にその高齢者であったり障害者の方について担当者の方はどうですか？あの事例がありましたら個人情報の点がありますのでお話できるところまで構いませんが、はい、あの担当です。あの今のところ、特にあの高齢者障害者というところで、滞留が出ているというところはあのございませんけれども、あの、ちょっと時間がかかるという例が、まあ、数例程度あったというところでございます。あとすみません、あともう一点なんですけれども、あのワクチン接種についてなんですが、非常にまあ市民の関心も高いと思うんですけれども、そのまあ厚労省からもそのまあ接種会場をどうするかということで、まあ、新たにあの、まあ、例えば公共施設などで設けて一斉に来てもらうのか、あるいはまあ大きな病院であるとか、まあ、あのまだ具体的なところを示されてない部分もあるかもしれないですが、堺市としてその接種会場をどうするか、少なくとも何箇所設けるとかですね、何か決まっているビジョンというのはあるんでしょうか？はい、今あの厚労省から情報が入っているものによりますと、まあ、ワクチンが結構あの大きい単位でこちらに来るんですね。あの1000単位だと聞いております。でそうするとやはりその1000のワクチンを受けれる場所となると、まあ、基幹病院であったりですね、まあ、集団接種の会場にしてもかなり大規模なものになるんじゃないかと。ただ実際に今16歳以上の方が対象とされていますが、それだけでも堺市民で全人口で83万人いますから、本当に多くの方がワクチン接種をされると。でそうするとこれは基幹病院だけではなくて、比較的小規模な病院でもワクチン接種をしていただかなくては
おそらく迅速な接種にはつながらないんじゃないかと考えております。堺市としてはまずこのあと2月下旬から医療従事者の方に向けて、これは実施主体は大阪府になりますが、ただその場所は堺市で行いますので、まずは基幹病院を中心に行っていく、そしてこれから集団接種を受けられる会場というものを今いくつか目星をつけておりますが、そこでも行えるようにする、そして医師会をはじめお医者さんの皆さんと連携をしながら、そのワクチン の小分けというのが前提になるんですけど、その線をどういう単位で分けていけるか、これは厚労省との話し合いにもなります。ですからそのあたりの状況を踏まえながら適切にワクチンが接種できるように準備を進めているところです。他はよろしいでしょうか。他はご質問よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本日の市長定例会見、これにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。